なるほど、会社寮であれで隠したわけやね。あ、そうか、そういうことや。うん、スカート中見えんようにしとるわ、あれで。油圧制御はあんねんな。そうそう、当たり前っちゃ当たり前やねんけど、いざ見ると感動的やん、うん、普通は見れんからね。昼食会に参加される一般の方々で5から8の番号札をお持ちの方、あれか、無理やり引っ張んのかな、かもしれない。とりあえずもうある程度壊れてることはもう分かってるから諦めて、もうそんな引っ張ってこうみたいな。ただ本当はほらどうしてこうなったかっていうの原因についてはせないかん、うん、まあ本当は例のやつだ。ああ、どうも使ってたワイヤーとかじゃないんやね。まあ重いからあれか。そうそうそう、このライオンはあのロッドで本体でワイヤーを一体につけて引っ張ってるって感じ、うん、あれも隠しやん。あ、ちゃうか、あれは単に展示用か。説明看板やね。ご来場の皆様にご案内申し上げます。このあと連絡室伝統広場におきまして当園室にご案内いたしますが、本館、加工、大富士寺などのオフィス施設をご覧になってどうぞご覧ください。なお、大分から来てくださいI'm
あれ、もう道具撤去してってるね。あ、置いた、まだ状態見る感じだね。ああいう、あの置く場所だとね、なんかロッドのあれ繋いでんの動いてんのか。ロッドの右側はほら、あの回収者側はなんか棒で上に上げてるだけっぽく見えるから、うん、あ、ここから吹いてるか。あの、なんかロッド繋いでるとこ回ってるような気すねんけどな。ハマったんかな。ハマったっぽいんだけどね。はい。あ、立てかけてる下のやつ外したか。全然ハマってんの。ああ、外してる外してる。なんかもう完全に移動させる。装備品展示の準備が整うまでの間、音楽映像をお楽しみください。演奏は第一音楽隊。お構いなく。それどこじゃない人がいますみたいな。あ、回収車乗ったから動くか。うん、もうやっぱ強引に引っ張っていく感じかな。うん、けど真ん中にあれやからちょっと外れる危険性考えてるかもしれない。もうほら前輪までほらあれが外れてるもんで。富山市は大体とカーペット担当で、その他にも履歴名人、アレンジャーとしても活躍していました。完璧に外れてくれた方がええんやけどっていう顔してる。後ろに絵が揃ってるからなんかあれで外すか。バールがない。バールのようなものちゃいます。そうです。Thank you.
在庫を抑えてるから何かやんのか、展示しようないからね、どうすんやろね。もう引っ張ってあれやね、もうリタビリって剥がしてもったら天輪で外れる。社会駐車と壊れた人の歩くはパッチというわけわからん動画になったわ。
ある気持ちですか。ある諦めた。抜いとって、ほんで引っ張ったら外れるようにしとったんですわ、多分。で、多分ただスカートが邪魔やったんでしょうね。で、回りどころが悪かったか。うん。一回バックだ。うん。引っ張ってる。人力で天輪なんかいじってるっぽいですね。あ、やめたか。そうだよ、結構やめるよね。終わったか。あ、持ち上げてんのか。リタイはほら上の中でダランって垂れたやつがどっかずっと引っかかってんじゃない。バタバタバタ途中まではうまくいったけど。あー、なんか中途半端に外れとるかもしれんわ。あ、またパール的なものを。ほんまや。パールやな。手で合図してるっぽいね。
地面掘ってるんちゃうか。戻るから戻してあれかな。したんやけど。けど絡まりそうね。そう絡まりしとる。でもあれ好きであれ絡まりしとるだ。かなり感じで。あ今度は前か。今度は前だ。戻ってきた。高い水車に両持ってってバックやったバック前後で引っ張るとかしたら無理じゃん。今度前行けてやってるな。あ動いてるね。確かに外れた。
あれ、総輪っていうことにして、あれを起動線通せってことしません？左も外さなあかんねんみたいな強いやないですか、あっちの方が。で、あの履帯を後ろに引っ掛けてワイヤーで広げておいて、うん、あれで本物のドナドナです。こいつじゃないとどうしようもないよね、本当。だって9万のあれでも押し引きしようとするとほら、5カモは動かんやからね。けどそれ考えたヒトヒト式そうあれ力不足になっちゃうと思うんやけどね。重量不足っていうかさ、いや確かに機動性はあるんやけど、けど牽引力弱まったら、牽引力を得るためにはなんだろう、ユーマル式の重量にするか、もしくはもうちょっと安く作って2台でガッツリやるとか、そういう感じの線と、あ、ワイヤーで、ああなるほど、履帯引きずんのか。そう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 、竜の背骨あ、そりゃそうやな、リタイ重いで。そう、もう椅子持ってった方がええ。それを見たらなんか七重式っていう動画もこんな感じだった。うん、どんなどんなみんなが撤収、撤収やね。全身しますわ。